はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、8月のハエトリソの成長記録つけていきたいと思いますので、ハエトリソね、めちゃくちゃ暑い夏を乗り切ったこの子たち、ぜひ見てあげてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、早速、成長記録をつけていきたいと思います。はい、ということで今回も、成長記録、今回最後ですね、ヘリアンフォラと、ウツボカズラの方は前回あげたので、まあ、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。でまあね、ウツボカズラの時にも言ったと思うんですけれど、まあ、やらかしてる子が何個かありまして、はいちょっとね、ルーティーンができなかった時期が少しあったので、まあ結構ねやられちゃった子がいるんですけれども、まあまあ無事な子もいるので、無事な子もね一緒に見ていただけたらなと思います。それではね、早速ちょっと心苦しい部分もあるんですがやっていきましょう。はい、早速1個目ですね。おろし金なんですけれど、まあ、これは、まあ、風がずっと当たってるって前言ったと思うんですけど、それもあるし、お水がねあげられなかった時期もあったので、まあ、ちょっとねそれもあるかなと。一応成長点は生きてるので、まあ、ここから復活に行きたいですね。はい、お次こちら新キャラかな、ビラリカになります。パンヌさんからお譲りいただいたハエトリソなんですけれども、まあなんかね、私の育て方が下手なのか、ちょっと唇になってきちゃったっていうまた秋口もう少しかっこいい、こんな感じの補聴を出してくれるんじゃないかなとは思っております。はい、こちらはバイオハザードですね。小株分けたやつになるんですけれど、まあ、こっちの方も順調に色づいてきてくれておりまして、はい、そのうち出そうかなとは思っております。あら、もう千五家がいるえ、どっから入ったんだろう。はいはい、これも残念な子です。ワールフですねちょっとやっぱりね、1週間ぐらい何もできない時があると結構やられちゃいますね一応生きてる、一応ね、こっちがちょっとやられちゃってるんで、またどうなるかわかんないんですけれど、まあ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 、実はね予備がいるので、ダメだったら予備で復活させます。全然打って変わってめちゃくちゃ元気、ハエトリソウのバリエガータ、フイリハエトリソウですね。このハエトリソウは縁にね斑が入る特徴があるハエトリソウになります。めっちゃ綺麗じゃない。今のところかなり上手に育てられてるんじゃないかなって思います。同じ環境なのに不思議ですねはい、お次こちらバイオハザード、さっきのやつの親株ですね。まあいかつい結構いかつさはしっかりキープできてるんじゃないかなって感じです。ちょっとところどころ普通の補聴用も出てるんですが、まあ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 、比較的ぐちゃっとしててかっこいいんじゃないかなって思います。まあそろそろ株分けをしたいところなんですが、まあ冬まで待ちましょうかね。うん、休眠というか寒くなってから、株分けをしようかなって思ってます。めっちゃかっこいいですね。はい、お次こちら夏でも赤い京都レッド、去年よりだいぶ上手に育てられてると思います。去年のこの時期緑だったのでね、素晴らしい、めちゃくちゃいい色で仕上がっております。元気ですね京都レッド意外と。はい、こちらもフォロワーさんからいただいたやつ、ブリストルトゥースなんですが、まあ生きてますなかなかね、やっぱちっちゃいサイズからだと大きくならないですね。まあでも順調に動いてるので引き続き大きくしていきたいと思います。はい、こちらもねパンさんからいただいたやつですね、パヤラになります。結構私この補充用好きというか、この感じわかります？ちょっとうねってる、少しはウルフ味がある、はい、取りそうになります。ちょっとひょろっとしてるので、もう少しねしっかりした感じにできるといいのかなっては思うんですが、株分かれして層にも見えますが、まだ多分早いと思うので、まあ、もうちょっとねわらわらしてきたら株分けしようかなって思います。
はい、こちらはファランクスなんですよね。首ちょんぱしまして、まあ、成長点の方はあの別のところで植えてあるんですけれど、こんな感じでちっちゃい子たちがわらわらたくさん出てきてくれました。まだね、まだまだ株分けするのは早いので、もう少しねたくさん出てきたら株分けしていこうかなって思います。まあ、これはこれでね楽しいんですよね。なんかね、ハエトリソンの醍醐味です。はい、お次こちらシャープデストラクションですね。だいぶ大きくなってきてくれました。これでもだいぶ死んでるところもあるんですけれど、あの枯葉ね、小株もすごいたくさん出てて、でこの感じめっちゃかっこよくないですか。いいですよね。はい、もっと大きくしてちょっといかつくしていきたいなって感じです。はい、こちらはオールレッドですね。これもねちょっとまああんまり状態はよろしくないんですが、まあなんとかなんとか生きてはおります。やっぱりねちょっと後ろ側ってちょっと乾燥しがちなので、まあ、意識して水やりはしてるんですけれど、まあ最近環境を変えたので、それもねこの紹介終わったらお話したいなって思っております。はい、お次こちらフェニックスですね。まあだいぶ綺麗になってはきたんですが、なかなか立ち上がってこないですねまあこれはこれでね綺麗でいいんですけれど、めちゃくちゃ綺麗じゃないですかこの透明感。はい、涼しくなってきたのでだいぶ最近調子が上がってきたような感じがします。はい、お次こちらバーシュペルムですね。まあ遅い私の育て方がまあ上手ではないっていうのもあると思うんですけど、遅いです本当にね。やっとそれっぽい補充用が、どうでしょうこれ、ちょっとはそれっぽいかな。はい、補充用が出てきたので、まあ枯れてはいないけど綺麗でもないって感じなので、ちょっともうちょっとね頑張って大きくしていけたらなって感じです。はい、こちらもちょっと夏のおかげで結構枯葉多いんですけれど、クロスティースになります。まあ順調っちゃ順調ですかね。まあ冬になってこのエレクタが収まって、こうちょっとずつなんていうんですか、ロゼット状になってくるとまた見応えのあるすごいかっこいい子なので、まあ冬には植え替えかな。なんかまた株分かれしてる感じがしますけれど、まあまあまあ夏の姿って感じ、ザ夏の姿って感じがします。はい、これも実は斑入りハエトリソウです。歪化したというか、花芽が上がってね、花芽直近ってしたらこんな感じでバーッとたくさん出てきてくれております。なのですが、斑入りかどうかと言われるとちょっとまだ見分けがつかない。斑が入ってそうな子もこれとかありますが、まあこんだけ成長点があると全部斑が入ってない、全部が全部斑が入ってるわけではなさそうです。まあ面白いですね。これはこのままめちゃくちゃたくさん増やしていきたいと思います。はい、お次こちらカップトラップですね。だいぶちっちゃくなっちゃいました、まあ、昨年も同じこと言ってたと思うんですけれど、カップトラップすごく暑さに弱い気がしております。はい、小株の方が元気ですね。親株はすごい暑さでやられちゃってる感じがするんですけれど、まあ、ちょっとこの枯葉とかもあった方がもしかしたら暑さに、ね、少し光が弱くなってくれると思うので、まあ、ちょっとあえて取らずにこのまま育てていこうかなって感じです。はい、お次ドラキュラですね。だいぶ綺麗になってきたんですが、この子も成長が遅い、まあちっちゃかったっていうのもあるんですが、このこれですよね、結局この模様がかっこいい。はい、すごく見応えのあるハエトリソウかなって思っております。苔やばいちょっと苔増えすぎですねはい、お次こちらバリエガータキンですね。まあ斑が、まあ、ないわけではないんですが、あまり綺麗な斑が入ってなくまあこれも育て方は多少あるとは思うんですけれど、
ちょっとね難しいですね。まあかっこいいのでよしとしましょう。はい、順調に成長してくれております。はい、最後ですね、スポッティもうね多分うちで一番仕上がりがいいかもしれない。あ、バイオハザードもいいんですけれど、このスポッティも最高にかっこいいです。何がいいってやっぱこの模様ですよね。超かっこよくないですか。このしっかり立ち上がってるくれてる感じがもう本当にかっこよくて最高に活かしてます。はい、ということで最後に綺麗なものを今回は持ってきました。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあだいぶ暑さでやられましたね。やっぱり室内管理で、まあ、LED 結構強かったんで、まあ、それはあるとは思うんですけれど、まあ、結構室内管理でも難しいなっていう。ハエ取り層、ハエ取り層ね、簡単っていう人もいれば難しいっていう人もいて、私はどっちかっていうと難しいと思う方なんですけれど、皆さんはいかがでしょうか。でまあね、だいぶここ最近は夜間の温度も下がるようになってきて、温室内がね20度切りはしないけど、まあ、20度ぐらいにはなるようになってきてくれました。でまあ外の気温も25度ぐらい、朝方とかは25度ぐらいまでは下がってきたので、まあ、朝起きて29度とかそういう鬼畜な夏シーズンは終わったのかなっては思っております。で、ヘリアンフォラと一緒なんですが、この子たちにも最近遮光をしまして、遮光したおかげでね、水の乾きがねだいぶゆっくりになってくれました。で、あのゆっくりでいいのかよって思うと思うんですけど、うちマジで乾くんで、もう1日でカラカラになるんで、あのちょっとしっとりしててもらえるぐらいの方がちょうどいいなと。でやっぱ葉の痛みというか枯れ葉が多くなってきたっていうのはやっぱり乾燥しすぎだと思ってます。葉っぱが多くないのにね、多くて乾燥してるのはあれだと思うんですけれど、めちゃくちゃごめんなさい、あの今気づいた、アスペラです。ごめんなさい、紹介忘れてました。めっちゃかっこよくなってますね。なんか赤くなってきてくれてます。はい、外のアスペラも元気です。この列忘れてましたね。ジャイアント駆動、これもねさっき言った通り多分枯れ葉が多かったんで少し乾燥させすぎたかなって感じですね。でシャークティース、まあなんだかんだ かっこいい。はい、って感じで、まあちょっと枯れ葉が多かったのは少し私の乾燥させすぎ、一応毎日水やりあげてたんですけれど、あの最近の1週間を除いてはあのちょっと乾燥させすぎちゃったので、まあ、少し遮光してあげて乾燥しづらいように環境を最近整えたばかりでございます。まあ、これからねあのもうちょっと綺麗になってくれると嬉しいです。でハエ取り層のね株分けの動画撮ってほしいっていう方がいらっしゃったんですけれども、あの撮りたいんですけれど株を分けれるものがあんまりなくてですね、まあ多分ここら辺とかここら辺あたりは株分けしても大丈夫だとは思うんですけれども、もう少しちょっとお待ちいただけると、嬉しいです。っていうのも今分けちゃうとねちょっとまだ夏暑いので少し私の管理ではあの形を崩しちゃうというか、あの枯らしてしまうリスクもゼロではないので、もう少し涼しくなってきたらあの株分け動画撮りたいと思いますので、少々お待ちいただけると幸いです。はい、ということで今回の成長記録はね以上になります。次からはコンテンツあの何でしょう、育て方とか、まあ、こんなことがこんなの買いましたとか、なんかそういう動画上げていきますので、次からもねぜひお楽しみにしていただけたらなと思います。ちょっとでもハエ取り層かっこいいな、綺麗だな、ハエ取り層をね新しく育ててみたいなと思ってくれた方はぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと3人ぐらいでもしかしたらこの動画上がってる頃には2000人いってるかもしれないので、あのその時はあのコメントたくさんくださいね、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。